本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、何時かな、今現在8時ぐらいなんですけども、8時ぐらいはですねまだ雨が降ってないんですけども、10時ぐらいからちょっと大雨になるよというような感じで、今日はもう草刈りはできないなということでですね、龍ちゃんが兼ねてどのような感じの草刈りをしているかというようなですね、場所を本日はご案内しようかなと思って動画を撮っております。今からですねこういう感じで、このような感じで今水路の草刈りをしてますよというのをですね、動画を撮ってみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずですね、今このようにパッと見ればですね、どこが水路なのか何なのかというような感じですね。要はこの真ん中のこっからここまでが水路の底面ということですね。水路の底面でここに擁壁が打ってあるというような感じですね。こうですね、こうこう、ここが壁で、定番はですね、グリ石、わかるかな、わかりますかね、こういう小さいグリ石がですね、ずっと並べてあるということですね。それで今ここがこういう渡る橋がですねちょこちょこあります。まあ、50メーターなり100メーターなりにずっとですね、それで車は今ここをずっと通っていくということですね。まあ仮にここに車を止めて、まずこの定番をずっと細かく一旦あらかめですね、だいたい3ミリから3ミリ3.5 ミリあたりのコードでサラ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 ーっとワンスパン切っていきます。それからこちらの糊面をですね、なんていうんですか、要はですね道路があって糊面があって、鹿児島でいうインバシーというやつですね、ここに人が歩けるような道がちょこっとの通れる道があります。それから擁壁がしてあって、グリ石の定番があって、また擁壁があって、また人が歩ける30センチから40センチの歩ける、まあ道というわけじゃないんですけども作ってあります。それからまた土手が、のり面があるということですね。のり面があって、人が歩ける道があって、擁壁が打ってあって、定番がグリ石、それでまた擁壁があって、3、40センチの歩けるぐらいの通路があって、のり面があって、道路ですね、車が通る、まあ道路って言うもですね、ただ砂と砂利が敷いてある、こういう道がずっと延々にあるということですね。それで本来であればこの定番をですね、3ミリから4ミリのコードでさーっとワンスパンいきます。それから向こうからこの糊面のこの3、40センチの人が歩ける部分で、ここをサラサラサラーと刈っていって、あとは刈り上げですね。私はもう7ミリあたりでですね、もう細かくしながらもういきますので、こういう感じに仕上がる、ある程度ですね。ここはもう今この状態と全く同じですね。もうどこが水路か土手かわからんというような感じですね。それでも私はもうめんどくさいので、
簡単にサラサラサラといって、このようにバサバサバサっと落ちたのはもう7ミリで一挙に細かくしていきます。ですので、この本日の予定のここをずっと行けばですね、もうなんちゃうんですかね、もう毎日こういう感じでしていくと、もうごめんなさいというような感じですよね。もうこの辺りなんかチップそうで行けばですね、もう下にわさわさーと落ちてくるわけですよね。のり面も、この土手ののり面もですね、人間が真ん中あたりに人間が立って枯れる場所じゃないですね。こうですね、もう分かりますかね、こののり面の角度が。もう真ん中あたりに行けばですね、要はこの堤防があって擁壁が打ってあって、それから3、40センチの陰橋って言ってですね、ちょっと人間が通れるぐらいのスペースがあります。それからコンクリーがちょっとここに打ってあるわけですよね。それでイノシシさんなんかがここの土手を汗食って、コンクリートの壁のこの部分に土がパラパラかぶさっとるわけですね。ということはこの辺りに足を踏ん張ったとしても、ズルズルズルッと落ちるという感じですね。ですので、うっかりしとればですね、ここから滑ってズルズルっと滑って、今度はコンクリートの上をスーッと滑って下にポトン落ちるっていうのは、人間がですね、私なんかが、私はもう2回ぐらい落ちました、草刈り機を抱えたまま。今ここの擁壁の部分はですね、私であればなんとか両手を、ここのところに両手をついてジャンプをして乗れるというギリギリの高さですね。この辺りまではわさわさしております。こっから先がちょっと楽になりますね。もう、堤防をさーっと行って上を行けば、もう何て言うんですかね、行ってみましょうかね、あの配光器の36ボルトタイプで、よいしょよいしょ、こうです。ここからはですね、道路とこの水路がですね、ここがのり面の高さがもうちょっとですね、こういう感じですね。ここはもう楽ですね。もう36ボルト配光器の36ボルトあれに3ミリあたりをつけて、モード1低速回転でバンバンいけるところですね。もうこういうところはですね、もう配光器のレベル1低速モードでバンバンいけるということですね。まあ、定番もこんな感じですね。もうここもここも線変わらんです。だからここはもうこの、簡単に言うインバシーというやつですね。鹿児島弁で言う、人がちょっと通れる、犬がちょっと通れるこのスペースに立ってサラサラサラーっとですね、ここら辺はもう目をつぶっとってもバンバン行きますねというような感じですね。もうこちらなんかもですね、あら草刈りをした後かなというような感じですよね。こういうところは楽ですね。だからこういうところになるともう一挙に進むから、今度は中の掃除をするときにブロワーを加減でいいぐらいですね。こうですね、こちら側がですね、今度は土手がのり面が高くなっていくということですね。こちらは道路と水路があまり段差がないので簡単だということですね。今この部分はですね、先ほどご覧いただきました、もうこういう竹がですね、もうわさわさこの下まで
この辺りもね、もうバンバン生えてたところですね。ここはあれはマキタ80ボルトマックス、あれにチップスをつけてもうバンバン行きました。あそこまでですね。どっかこの辺までですね。ここはもうほとんどこういう状態がここ覆いかぶさってる、水路半分まで覆いかぶさってるということだったですね。それで下の部分を切るときにちょっともう下に落とそうかなって言ってですね、下に落としました。ここあたりなんかもちょっと何時だったかな、もう後半戦だったですね。もうリュウちゃんが燃え尽きた最後の後半戦でここを行きましたけど、ちょっと疲れましたね。こうですね、あっちまでがもうこういう、これがもうこの下まで覆いかぶさってるという感じですね。ぐっと半分ぐらいまでこうですね。こういうところに当たった時がですね、ごめんなさいというような感じですよね。それで体力が余っとればもうこの長い部分を一旦ここに上げてこちらに積み重ねていくということですね。今うちの農道のポルシェがおりますけども、上の方には草刈り機が今7台ぐらい積んでありますね。下の方はもう道具が全部入ってます。ちょっとエンジンの音が入るかもしれませんけど、まあ、このように仕上げが完了するということですね。綺麗ですね。私も今見てびっくりしました。綺麗だなと思ってですね。こんな感じですね。やはりですね、たまにですね、こういう感じで、またこれはですね、宙に浮いとるというような感じですけど、本来であればですね、どっか擁壁の部分のこの上あたりからカットをしてこちらの方に置くんですけど、ここも一旦この下のやつをですね、ここのわさわさのやつはなるべく向こうに、落ちたやつはこっちに上げてこのように道路の縁に積み重ねておくっていうような感じですね。本来であればこれも切るんですけど、まあなんとか車に通行に邪魔にならない程度にこの辺りでカットをしたということですね。この辺りはもう水路と道路の高さがですね、あまりありませんので少しは楽ですよね。金橋の上に乗ってちょろちょろっと切るだけですから、こちらと似たような感じですね。こういう感じですね。案外綺麗ですね。案外綺麗というか綺麗にせないかんですけど、そこそこ綺麗ですね。もうこの辺りがですね、水路と道路の高さがすごくあるところですね。こういう感じですね。こちらは今こちらと同じで、もうほとんど道路の高さとここの部分が同じぐらいですね。こちらはもうこちらがですね、のり面がもうぐわーっときてますね。ここまでがですね、水路と道路の高さがもうぐっとあるとこですね。よいしょ、こうですね、もうずっとですね、この高さ。
こんな感じですね。まだ永遠とあります。これ今スタート地点からもだいぶ来てますけどもですね、中はもう綺麗にかき集めて取ったような感じになっておりますけども、これは中をサラサラサラと細かくしてですね、それから、ブロワーでふかしてためて、これから揚げてこっちに押し込む。このようにですね、このように押し込んでいく、ためていくということですね。まだこれがずーっとありますね。ずーっとですね。今ここはですね、先ほどの、場所からですね、どっか1キロぐらい下がってきたところですね。今ここ、こういうところに出くわすとですね、もう足を取られて、自分の足場を確保して草刈り機がですね届く範囲で一歩二歩歩いて足場を固めて草を切って、また一歩二歩出て足場を固めて草刈り機が届く範囲で切っていく。もう普通にすす歩けないですね。足首をくるっと曲げる、ぐっと曲げて痛めるというような場所ですね。こういうところがちょこ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 出てきますね。多分カーブになっておりますので、そのカーブの前後はですね、こういうふうにしてある程度土が溜まってグリー石の表面を覆っているけども、カーブでここは洗い流すんじゃないですかね。ですのでこういうふうにしてグリー石がもう飛び出た状態ですね。こういうところがちょっと大変ですね。ごめんなさいって言いたいですよね。おまけにこの土手は高いしですね、のり面はあるしですね。だからこの上を、この川広園でいう印橋の上をずっとここら辺までさーっと切ってですね、届く範囲で、それから一旦上に上がって上をきれいに切るという感じですね。私のは30センチロングパイプですので、グーッといきます、一発で。背負い式の方はですね、なかなか難しいですね。この辺りぐらいまでですね。私のはぐっとこの辺りまで行きます、ね。あとは上に行って、こう切るだけですね。ですので、もうここがですね、まあ、半端じゃなかったですね。ここがですね、もうあの、なんていうんですか、先ほどご覧いただいた、まあ、こういう、これはもう今切ってまたここをちょっと向こうに片付けないかなというような感じ。こういうのが、もうここはずっとですね、ずっとありました。ですので一旦、こういう感じですね。だから今ここは今なんていうんですかね、今現在ここにこう溜めてあるわけですね。下路の上に上げてこういうふうにずっと溜めてあるということですね。これをこのまま放置しておくとですね、ミミズさんがここで繁殖をして、ずっと繁殖をして、それからイノシシさんがそれを食べに来てここを掘り散らかして下に全部落としてしまうということですね。ですので今度はこれをこちら側に、ここの部分をずっとですね、こちら側に何て言うんですか、移動せないかんということですね。これをこれでいいだろう、本当はこれでいいんです、これでいいんですけども
箱の中でですね、なんていうんですか、ミミズさんが繁殖をしてですね、そのミミズさんをイノシシさんが山から来て、今この部分を全部落としてしまうということですね、こちら側に。そうすると次またここを草刈りするときに、このこの部分がほとんど落ちてます。イノシシさんはこっちからですね、こうはせんからですね、イノシシさんはこっちから土手の方に落としてパラパラパラっとして、それを食べるということですね。まあイノシシさんも関係長ですね。この部分をですね、どんくらいあるのかな、結構あります、あそこまで。これを今こちらのやつをこちらに貯めなければならないということですね。このような感じで、こういう感じでこちらの基盤に貯めていかないかということですね。ここも半端じゃなかったですね。もう今上から見ればこんな感じですね。まあこの土手の高さが感じがあんまり捉えづらいと思いますけども、この辺りもですね、もうこういう状態ですね。分かりづらいですね、ちょっとこういう感じですね。まだこれは高さが40センチ50センチぐらいあります。道路からですね、積んである分がこうですね。今この部分ですね、今この部分はですね、 555RXT ですね、あれで、どこやったかな、今この橋ですね、この橋のところに車を止めて、今橋のたもとからですね、555RXT でもう一挙に、どんくらいやったですかね、ものの5分10分かかったのかな。こうですね、ここがですね、もうどっかこのこの辺りからですね、もうこういう状態ですね、こういう状態がもうこの辺りからもうバーッとありましたね。それで向こうの端から見た時に、大体真ん中辺りから半端じゃないなということでですね、ハスクバーナーの 555RXT ですね、あれでもバンバン来ました。テクニブレード 7mm、 あれを4本出しでですね、スタート半分、橋のところからスタート半分ぐらいまではもうサラサラでした。もうバンバン行きました。これからがですね、もうこの状態ですね、もうバンバンしてるところですね。これをまあ一挙に4本出しでもうバンバンここまで来たという感じですね。この辺りがもうものすごい、こういう感じですね。ここ一面はもうこういう感じ、これがもう、ここまで覆いかぶさってずっと来てたということですね。こうですね、こういう時がですね、やはりあの 555RXT とか、まあ、北の 80V MAX、 ああいうので楽しんで草刈りができるということですね。やはりですね、あの自分の畑とか庭周りとか、まあ、草刈りをしますけども、やはりこの
どういう機械を今日は使ってどのように切るかっていうのも一つの楽しみですよね。まあ、私なんか草刈り機を、まあ、最近数えたことがないんですけど、20台ぐらいは言うにあると思いますけどですね、それにチェーンソーとかですね。ですのでやはり自分が今日はどのように、草刈り機をどの草刈り機を使用してどのようにバンバン切っていくかとかですね、今日はちょっと疲れてるから 20cc クラスの小さいのでぼちぼち行こうかなとかですね、やっぱり楽しみですよね。まあ、りゅうちゃん残りの人生草刈り機にハマってしまったっていうな感じですね。まあ見ていらっしゃる方はですね何人かの方はですよ、あんなに草刈り機を集めて何をするんだろうかっていうお考えの方もいらっしゃると思います。ただ好きですから買いたいものは買う、ただそんだけですね。決して贅沢をしてるわけじゃないですよ。ですのでやはり自分がやはりこういう草刈りがハマって好きなもんですから、一台の機械を買うと、あ、これを買う、これを買ったのならこれはどうなのかなというようなですね、 YouTube で草刈りをされている方の動画を見てもですね、楽しくはありませんよね。自分が、あ、もうハスクバーナー 55cc まで来たか、あとはもう最後のこの電動草刈り機だなとかですね、そういうので自分がもういろんな草刈り機を使い果たして、やはりなんていうんですかね、最後はとどめに電動草刈り機かなというような感じですね。まあ、ハスクバーナーの555か 555RXT、あの上のクラスじゃもうスチールの 560CEM とかなんとかちゅうのありますよね。あれもですね、大したことはないです。あれは何、フォーミックスかツーミックスか知りませんけどもですね、まあ、あれはそんな大したことないです。この 555RXT のですね馬力パワー、この草刈りを着てからの爽快さですね、あっという間に終わりますから楽しみですよね。今日はこの子がどこまで行ってくれるかっていうのはですね、草刈り機がバンバン行って、草刈り機がバテるかリュウちゃんがバテるかというようなですね、毎日がその勝負ということですよね。ここの水路もですね面白いですよ。足場が綺麗であったり、グリー石がゴロゴロしとったりですね。あー、グリー石がゴロゴロのところに出くわしたなーって時がですね、ちょっと心が折れますよね。まあ、心が折れてなんてことはないですよ。ただ歩きづらいというだけのことで、こんな感じですね。本来であれば本日もですね、ここをバンバンエンジンの音をさせたりとかしながら草刈りをするんですけども、今日はですねやっぱり天気がもう一時したらもう降り出すよというような感じですね。今日もですね寒くないですね。服装がですねどちらかというと秋春冬の服装ではなくて、秋と春に着るような感じの軽装ですね。軽く、ジャンバーを着込んでしないといけないとかですね、それはないですけどですね。本日もですねこのような感じになりましたけども、今服装がですねこんな軽い感じですね。
中はこの薄いやつ、夏に着る薄いやつですね。鹿児島の方は、本日はこのような感じですね。ずっとですね、こちらはスタート地点からずっと来たところですね。ずっとですね、それでこちら側が先ほどご案内いたしました今から着るんですよというところですね。あっちの方に向かってずっと進んでいくという感じですね。本日はこのような感じになりましたけどもですね、ちょっとしたらこの後に草刈りの動画が差し込めるかもしれませんし、これで終わりましたら申し訳ございません。本日は、リュウちゃんの田舎暮らし水路のですね、なんていうんですか、作業場所のご案内になりました。雨が降らなかったらこの後に動画を差し込んでおきます。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。では本日は一旦この辺りでですね、なんていうんですか、リュウちゃんの水路の草刈り編のご案内でしたということでおいとまさせていただきます。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。では次回もよろしくお願いいたします。さよなら。ありがとうございました。